こんにちは。牧作駅に、つけていたブランコも、ほぼ駅が染み込みましたので、今回組み立てました。バラすのは簡単でしたけども、組み立てようとするとボルトの長さが違ったり組む方向が違ったりしてなかなか苦戦しながら組み上げることができました。上の孫が今高校生なんですけど、その子が小さい頃から使っていたブランコということで、少なくとも15、16年、そんなには経ってないと思いますけど、かなり劣化してきて、雨が当たったりして腐っている部分もありましたので、十分牧作液につけた後に、少しペンキは塗ってやりました。ちょっとペンキが足らないのでまた後日塗り直したいと思いますけれども、ほぼほぼ完成ということで、今日はそちらの動画をお届けしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。これしっかり使っとる。いい感じだよ。今ボクサックスのプールはこんな状態になってます。それから、下の方へ、つけておいたものはかなりもう一月ぐらいつけてますので、かなり染み込んでいますのでこれを干していきたいと思います。それからこちらの長いものにはまだ半分ぐらいしか使ってないので、これを沈めていきます。
ったものは元には戻らないんですけども、ペンキが剥げて地肌、木の地肌が出ているところには十分この撲殺数が染み込んで黒くなっています。はい、これを移動します。とりあえず組み立てができました。あとはペンキがなくなってしまったので、もう一回、このペンキを塗り直してやるということと、ここの天板の板を切ってはいますけど、またここを貼ってやりたいと思います。天板の板はここに、切り揃えてますけど、ボクサックスにまだ今はつけている状態です。それではこれが、十分使ったらまた取り付けていきたいと思います。今日はちょっと曇りですが、切った薪だけ、割っていきたいと思っています。今日もありがとうございました。